新学期になったということで、今日は学校生活の中で最も大切なもの、それを再確認したいと思う。誰かわかる者はいないか？はい。学校は勉強をするところ、学生の本分は勉強、つまり学生生活の中で最も大切なことは勉学にある。違います。誰がそんな PTA 受けするようなことを言えと言った？生中な綺麗事だけじゃこの世界は生きていけないんだよ。メガネ、お前は来年まで廊下に立ってろ。他。はい。部活動こそが学生生活に最も大切なことです。仲間と共に汗水流して目標に向かって努力し、友情を育む、そして最後には勝利する、それこそが学校の醍醐味で。黙れ。学生の本部は勉強だ。加えて貴様の今の発言は文化部で活躍する生徒を軽視する内容を含むとして現行犯逮捕ものだ。スポコンがやりたいなら集英社にでも持ち込むんだな。懲役2000年。次。はい。二人の意見は合ってるようで実は間違ってるわ。勉強と部活動どちらが欠けていてもダメなの。つまり文部両道こそが学生生活での論外だ。混ぜるな危険という言葉を知らんのがこの愚か者。間違っているものと間違っているものを合わせたらなぜ正解が得られると思ったんだ。羅生門を読みながら皇帝百周してこい、この理想主義者が。次。バカか貴様ら。なんでこんな簡単なこともわからないんだよ、この腐れ脳みそが。恋だよ恋。ラブなのラブ。どんなにテストでいい点取ったって、どんだけクラブ活動でいい成績を収めたって、あちちで甘酸っぱい恋の前では全てがXなの。だから恋愛は大事なんだよ。ラブだよラブ。ラブしか勝たん。でも先生、このクラス結構恋人持ちのやついるぜ。俺を含めてな。まあ俺が一番進んじゃってんだけど。ははは。ちの最後まで行きました。何がおかしいんだよ先生。いやな、お前の恋に対する歪小な考え方があまりにも惨めだったものでな。お前は保健体育の時間に教わらなかったのか。デートは慎重に、だが恋には貪欲に行けってな。最後まで言っただと笑わせるな。私は恋人いない歴イコール年齢だから、最後が何を意味しているのかさっぱりわからないが、これだけははっきり言える。恋に終わりなんてないんだよ。こういう言葉がある。恋はいつでもハリケーン、恋のドキドキエンドレスってな。私についてこい。貴様らに恋とは何かを一から叩き込んでやる。青春は待ってくれないぞ。夕日に向かってヒアウィーゴーだ。よっしゃー。まあつまり何が言いたかったかっていうとね、恋愛マスターであるこの私が本格恋愛シミュレーションゲームクリーチャーと恋しよで、恋のイロハ、恋愛のさしすせそ、イロハにほへとぐらいまで教えちゃおうかなっていう企画です。いや、ゲーム実況です。始めていきましょうか。幼い頃にした約束など成長とともに忘れ去られていく。幼い頃だからできる突拍子もない壮大な約束、大人になってそれは早い。私実は言うと大の虫嫌いなんだよね。中でもカマキリ、バッタの類は断面を見るだけでも吐き気がする。カツンカツン、なんでしょうね。一太郎、私かなこれ。一太郎っていう主人公だね。窓を何かが叩く音で目を覚ました。うるさいな。これマウスじゃないと動かないのかな。それから逃げるように頭まですっぽりと布団をかぶる。あ、それこの辺に置いときゃ邪魔にならないかな。もう少し眠らせてくれ。カツンカツン、あと5分。カツンカツン、ガンガン、ゴゴゴ。うん、手やりすぎだろ。ガバッと起き上がり、ベランダで駆け寄って窓を開ける。彼女かな、恋人かな、はたまた彼氏かな、誰だろう。ゴン、頭に鈍痛。イッツ、おいココロ、お前もう少しマシな。ココロっていうのは私の恋人ですね。うわえぐ、声かわいいな。女の子も男の子もその他の人々も、恋人はね、何が大事かっていうと中身だもんね。外見じゃない。ベランダから下を覗けば、そいつはそこにはいつもの風景、幼馴染のクジュー、心クエかな、クガサネがこちらを見上げていた。足元には大量の小石が置いてある。早く準備しないと。かわいいな。フルボイスか。
ったくわかったよ。じゃあそのココロちゃんの声はしなくていいわけだね。すぐに準備して家を出る。お待たせ。待った。行ってきますだよ。行ってきます。いやいや、今他に誰もいないし。今現在俺の両親は海外旅行中だ。テンプレだね。妹は俺より先に学校へ向かった。ダメ。ちゃんと言うの。分かったよ、ココロ。行ってきます。はいはい、行ってきます。あ、そういうパターンね。行ってらっしゃい。ココロちゃん、かわいいね。満面の笑みで手を振り、俺を見送ろうとするココロ。君は一緒に学校に行かないの？いや、お前が見送ったらいかんだろ。うわー、かわいい。私も出来合い関係ないよ。虫嫌いとか、かわいいチューしたいもん。ふてくされてる場合か。急ぐんだろ。走らないと。一緒に走ろうか。パン加えてね。うわー、えぐい描写か。かわいい。横顔で入るタイプなんだね、ココロちゃんは。二人で高校へ向かい駆け出す。俺、一ノ瀬一太郎と、ココロは家が近所ということもあって小さい頃からよく一緒に遊んでいた。小学校、中学校、そして現在高校も一緒だ。俺たちは3年生。今は受験を間近に迎えた高校最後の夏。今日の数学の宿題やってきた？うわ、そういうタイプだね。気にするんだよね、私のそういう宿題事情。そういうタイプの幼馴染です。宿題そんなもん出てたか。走りながらの会話は息が弾んでリズミカルだ。出てたよ。もしかしてやってないの？やってないも何も出てないって。先生言ってたじゃん。え、そうだったっけ。そうだよ。数学って何時間目だ？4時間目だね、ココロ。そうか、それならよかった。今私の写そうとか思ったでしょう。頼むよ、ココロ。ダメだって。言われて、私昼飯おごるからさ。何食べるんだろう、ココロちゃん。ラーメン。安いよ。安いの？ケサランパサランとかのがよかったかな。うどん。それ同じ値段。そっか、お姉ちゃん以上ニトリだね。仕方ないな、レディースランチでどうだ。 いや乙女だね。お前ほんと現金なやつだよな。いや、そんなこと言わないで、ココロちゃん。いや、悪かった。俺が、ココロちゃん、最高、超優しい。恥ずかしいこと。恥ずかしがってる。あ、違う、趣旨忘れるとこだった。ココロちゃんをね、めでる放送っていうか、生放送じゃないんです、今回は。動画じゃないんですよ。このココロちゃんと一太郎、私一太郎です、このゲームの中では。公平なんだけど、本当は。の恋愛を通して、どのようにあなたが青春を過ごせるか、青春を逃さないで、学校生活を送れるか、そういうための動画だからね。教本だから。いわゆる、お手本、どうにしたら恋人をゲットできるか、それをこの動画を通して学んでいただきたいと思う。ははは。で、学校に着いたと。今日はここまでで十分なんじゃないかな。私もう心臓ドキドキが止まんないね。鼓動がもうやばいっす。